アワキは古代のチェジュ島に存在した国家、丹ラの王族。661年に丹ラ氏として和国へ派遣された。丹ラが日本の歴史書に最初に登場するのは日本初期末期、第17の12月に南の海中の丹ラ人、初めてクダラ国に通府とある記事で、慶大天皇2年の時である。一方で、高麗時代に編纂された。 三国式によれば、丹羅は476年にくだらの文衆王に徴降し、498年に登場王に服属したとある。しかし、いずれにしても5世紀後半から6世紀初頭にかけて、両国間に服属関係が成立したことが推定される。淡路の名が現れるのは、日本書紀末期第26のみであり、本文には丹羅、初めて王子淡路等を、 県して、三木彫ると記述されている。日本書記に引用されている、生き広の書きには、続けて、つもり吉祥を長とする剣闘士の公開記の一部が掲載されている。親友の年の正月25日に、帰れて、越州に至る。4月1日に、越州より、上地して、東に帰る。7日に、生きて、岸山の命に行至る。 8日の啓明の時をもって、西南の風に従いて、船を大海に放つ。海中に遠迷い,いて、表島被身組む。9日8夜ありて、わずかに、丹田島に至る。ピンすなわち島人、王子淡き遠くにを招き、家て、同じく客の船に乗せて、三角朝に、ケンラムとす。5月23日に、朝倉の朝に、笹ぐ死る丹田の入朝。 この時に始まれり、に着いた。4月1日、越州から出発して、東に帰った。7日、岸山の南に着いた。8日、暁、西南の風に乗って船を大海に出した。海上で道に迷い、漂流して苦しんだ。9日、蜂夜して、やっと、丹田島に着いた。島人の王子、阿波紀楽人を招きもてなし、詩人の船に乗せて、 帝に建て祭ることにした。5月23日、朝倉の朝廷に建て祭った。丹蘭の人が入庁するのは、この時に始まった、わけ、宇治谷武当時、丹蘭は服属していた、九だらの滅亡により、東海洋にあるように、東へ使いを派遣すると同時に、上記の通りに本への使者を送るなど、国の命運をかけて、独自の外交を模索していた。旧東女巻。 第84の中の、竜神記伝によると、白月の絵の戦いにおける幸福者の中に、丹田国師がいたことから日本と共に従軍していたことがわかり、九だらと地理的に近い丹田は、同国救援拠点の役割を果たしていたものと思われる。淡木が、朝倉立花皇帝宮にて、斎明天皇あるいは、中野王江の王子へ謁見した際に、 どのような話があったかについては伝わってはいない。なお、この入校からほどなくして、斎明天皇は崩御している。ありがとうございます。